えー、こんにちは。速歌塾の子です。あの、宇宙戦艦ヤマトって私のね、大好きなアニメなんですけども、これのね、リメイクが、またね、上映されるんですよね。新たなる旅立ち2205というものなんですけども、ちなみに、宇宙戦艦ヤマト、ね、こちらの方ね、えー、監督をしてくださったのが、羽原監督なんですけどもね、以前ね。 いや、これね、すごい作品でした私の先輩なんですよね高校の時のねまあ、それはね以前もお話したんでこの辺では割愛させていただきますけども今回ね宇宙船ッ倉についてフェイスブックのメッセンジャーでご連絡いただきましてねちょっといろいろと意見を戦わしたいなぁと思いましたんで意見を戦わすって別にね喧嘩をするわけじゃなくてねいろいろとあいいよねああこれ楽しみだよねみたいなことを話し合いたいんでね明日から上映でしょ こういうふうに書いてます。ご無沙汰しておりました。久保塾長とお久しぶりです。いよいよ明日の10月8日からは、待望の宇宙船外山和2205新たな旅ですが、日本全国の映画館にて一斉公開が始まりますね。私はまあウェブで見ようかと思うんですけどね。えー、劇場公開に先立って、宇宙船外大和関連の YouTube チャンネルでは、冒頭の14分余りが公開されています。冒頭からデたー当がボラ連邦の 支配下にあるガムラン製、ガルマン製ですよね。こちら、滅びに瀕したガミラス製と同じ先祖の兄弟星なので、支配を解放して譲ってほしいと、丁重に頼むところから始まると。そして、ボラーに足ざまにされて、それを見越したデスラス総はね、反撃して、ボラーの支配から結局は人民を解放して、そのカリスマを不動のものにするという、そんなスタートでしたね。一路、ガミラス製の民族の移住のために、 祖国のガメラス製に進路を取る一方で、地球での新しいヤマトクルーたちの訓練へと場面を移して、この後の展開に期待をさせるどこまでを買い出しまでを流していて、大変明日の一般公開が期待に胸が躍る気持ちになり、楽しみです。やはり旧作と比べて話が複雑化をしているので、第1章と第2章に分けて公開をされるようですが、何にしても楽しみなことには違いありません。はい。もちろん、ロッキー同様に、 映画館で見ないと迫力が違いますから当然映画館に行きますよそうですねやっぱり映画館に行きましょうかねえーヤマトの新シリーズはテレビでも深夜枠で放送されていてどちらかというとお早速大人向けというか旧作の世代が見比べて楽しめる作品として書かれているようですもちろん旧作を知らない新しいファンも楽しめる作品であると思いますがどちらにしてもロッキー同様血が熱くなる期待が高まる作品のようで楽しみですと書いてますね私も同じような気持ちです 『宇宙戦艦ヤマト新たなる旅立ち』は旧作の「そのヤマトよ、ワニー!」のまあプロローグになっていたわけですよね。でそれにシャルバート星をはじめとする「宇宙戦艦ヤマト」テレビシリーズ3をこれをミックスしてえーまあ壮大なスケールでお送りするのかなというところでございます冒頭14分の中にあのアゲハ財閥のね御曹司アゲハがいなかったなと思いますね。シャルバートの女王と恋をする。 宇宙戦艦トの乗組員です最後ね、あのー、マザー・シャルバートルダ・シャルバート「私はあなたを愛しています」と言いながら「ボラーのーブラックホール砲に突っ込んでいくところがねなんとも泣かせるじゃないですかそのお姿を見ながら加藤がねブラックタイガーの隊長加藤が「アゲハーアゲハー!ー」みたいなね叫ぶところは。 まあ当時ね、小学生だか中学生だとか私、小学生ですね、小学生だった私も胸を打ってね、非常に涙をこらえるのが、もう精一杯だった。そんな思い入れがありますね。とにかくね、ヤマト、宇宙船がヤマトって、あの、愛のために自分の命を捧げられますかっていうところが随所随所にあってですね、うん、もう本当になんかこう、第二次世界大戦のやり直しみたいな作品になってるところもあるんですよ。まあでもね、だからこそ戦争反対って気持ちが盛り上がるんですけどね。そう。特にね、 リメイク版ではなかったんですけども、宇宙ヤマ元の、あの、旧作ですよね。一番最初のやつ。うん。さらば宇宙ヤマ元の前のやつですね。テレビシリーズ。全26話のやつで。あの、古代進むの実家で、なんかね、古代守が宇宙戦士訓練学校を卒業して、これから宇宙戦士として飛び立っていくんだ、みたいなシーンがあるんですけども、まあ、お兄ちゃんが帰ってくるんですよね。その、古代守が。で、古代進むが、兄さんみたいな感じで明るく迎えるんですけども、実際に夜の宴が始まったら、 あの、お兄さんの守モさんばっかりをね、家族も、それから親戚一同も、なんか、頑張ってこいよみたいに盛り上げるもんだから、古代進むの方は、なんか居場所がなくなって、ポツンとしてね、で、ちょっと部屋に引っ込んで、なぜか、こう、蝶々の昆虫の標本をね、こうやって握りしめながら落ち込むんですよ。いじけるんですよね。そしたら、お母さんがやってきて、あのー、あれっすよね、肩をたんどん叩いてくれるんですよね。あのー、どうしたのって。そしたら、僕なんていらないんだ。 兄さんんがいればみんなそれででいいいんんんだだ幸せなんだとか言って、ね、いじけるんですよねそしたらそんなことないのよね進むみたいな感じでね <laughs> まさにすごいその進む古代進むのその暗い面っていうかね構ってくれない寂しさとお兄さんに対するうん憧れとかがねここ入り混じってね複雑な模様だったかなと思いますけどもでもあれこそまさに大東亜戦争に旅立っていく <laughs> その直前のね宴じゃないかみたいな <laughs> 本当に色濃くね、出てますよね。宇宙船外元の第一作の作品中には、日本とアメリカが戦ってる。えつまり、地球とガミラス。ガミラスは当時、だから、アメリカの生き移しだったんですよね、きっとね。アメリカに本土決戦に行って、ヤマトでもうね、勝ってくるみたいなね、そんな作品が書かれていたというところでございます。ただね、私が思うのは、宇宙船外元の第一作の最後の方でね、ヤマトは確かに、ガミラスに勝ったんですよ。 ガミラス本線に戦いを挑んで勝ったんですよね、うん、で動くものは何もなかったそこは死に包まれた静寂の世界だったみたいなナレーションがかかってそれでユキちゃんがね戦いが終わった後にヤマトのその環境でその看板ですか看板で泣いてるんですよねなんてことをしまったんだと私たちはイスカンダルに行ければよかったのにガミラスの人たちを滅ぼしてしまったと なんんんてててことしてしまったんだっただいいう,うに泣くんですよ。いや私すごく意外だったのは地球ってのはガミラスに攻められていて解放のためにヤマトってもので、まあ、イスカンダルに向かうわけですよねその副産物としてガミラスを倒さなければイスカンダルに行けないっていうことでガミラスと本土決戦をしてそして勝利するわけなんですよでガミラスは沈黙したよしやっと地球人類が救えるぞと思った時にハタと気が付いたんですよ ガミラスは地球を滅ぼしてその後に移住しようとしていた、ね、そして私たちはガミラスを滅ぼしてしまった瀕死の惑星ガミラスのとどめをさせてしまったこれは果たして防衛なんだろうかやりすぎたんじゃなかろうかっていうふうにね古代進は最後に銃をつかみながら勝利ななんててくらいだていだっうわけですよねうん,だからなんか共存共栄の道を探せなかったのかどうだったんだろうかっていうところが勝利をしながらね 悔しいと言っていたのが私の胸をまあ締め付けたわけなんですけどね確かに私たちは厳しい生存競争の中にいて勝つことを要求されます古代進むの、まあ、言葉ではないんですけどね勝たなければ次のチャンスは与えられないんですよでも勝った者がいれば負けた者がいる負けた者には幸せになる権利がないというのか当時は意味が分からなかったんですけども確かにね今こういったロスジェネ世代を迎えてみると 勝ち組、負け組みたいな言葉もありますけども運よくね資産を残せた方とか豊かになれた方はいいと思いますけどもやっぱり一定数そうじゃない方もいるんですよねじゃあその人たちは社会の勝負に負けたから幸せになっちゃいけないんだっていうふうなこんなひどいことが本当にまかり通るんだろうか全ては自己責任というね言葉に集約されてるように小泉竹中そして菅ああそ、あのー、安倍菅あ政治日本でもね長い間 こういっったた新自由主義経済ててものがしめられてきましたそして派遣労働法も緩和されてですねすごい罠に言ってみればはまったロスジェネ世代ってものが大量生産されて40代50代の中には今更もう手遅れだっていううなねもう政府も,もう見放してしまったような世代もあるわけですよ。それこそ自己責任という言葉でくくられてあまりにもひどいじゃないかと私は思うんですよねそれは。 全然いけけなかったんですけどもアフィリエイトをはじめとするネットビジネスに出会えたことによってですねなんとかあ今は一定の生活水準に戻りましたけどもでも私はこう思うんですよ。私はたまたまそうなったけどもこれはね本当に努力すればなんとかなるっていうレベルじゃなくっていろんな人のおかげもあり運もありたまたまだったっていうところが多いなと思ってるんですよ。だかららってはななないいと思いますし 宇宙アメトっていう作品を見るたびにねこの負けた者に幸せになる権利はないのかっていう言葉が思い出されるんですよね。もともと勝つとか負けるとかっていうのは社会にはあるんでしょうか誰に勝ったとされるんでしょうかそれは何に勝ったんでしょうか経済的自由っていうのは確かに求めるところがありますけどもじゃあお金がない人って幸せになる方法はもう剥奪されたってことなんですかね そんなことはないだろうと思うんですよ。お金がなくったって、楽しく明るく支え合いながらね、生きてきた昭和20年代、30年代ってのがあったはずです。高度経済成長、みんなが豊かになろうと思って、朝干し夜干しで働きました。そして豊かになった昭和60年代、そして平和の成し得た平成の時代に突入しましたよね。なぜか平成の時代は、確かに戦争はなかったんですが、 生きるための戦争が、太平洋戦争と同じぐらい過酷に、私たちに迫ってきたんではないかなと思うんですよ。そして、その平成の経済戦争っていうのは、なんとですね、日本人同士で争われた、そんな気がしてならないんですよ。一部の資本家、特権階級、既得権益、対ロシジェネ世代をはじめとする、持たざる者の戦いですよね。そこに打ち付けられたのが、自己責任の原則。 新自由主義経済、規制緩和、私たちがそれを求めたのかどうなんでしょうか確かに小泉純一郎の総理就任に私たちは歓喜しましたけどもあれは本当に正しかったのかなということを考えながらね今回のコメントにさせていただきます。それでは、いっってらっしゃい